こんにちは。また今日私のキッチンにようこそ。今日はですね、北イタリアにあるジェノベーゼのソースのリングイネなんです。パスタ茹でる間にはもうソース出来上がる。本当に時間としてすごくは短く、それから簡単で、で値段的にも手頃の値段だと思います。でとっても美味しいです。じゃあキッチンに行きましょうか。まずね、パスタ茹でなしちゃいけないんですね。たっぷりのお水を火の上にかけましょう。塩も味して、ふっとしたところはリングイネ入れます。はい、ここはですね、茹でる間には、バジルと、それからくるみ、松の実、からニンニクを入れて、たっぷりのオイルを使って、イタリア人にとって命なんですね。ここで1回目にはミキサーにかけるんです。で、かけた後にはヨーグルト変えるためにはチーズも入れてきますね。いっぺんに入れてしまうと固まってしまうので、だからまず2段階でやりましょう。でここ塩を入れましょう。はい、もうパスタもう茹で上がってますね。そろそろ10分経ちました。オイル少しフライパンに入れて、で、お水をさっと切らないで、ちょっと足すくらいにして入れましょう。ソース入れるとドロッとしてますからね。あんまりね、水分ないとはなかなかは味はしづらいですね。こうやってフライパンにまぶして出来上がります。そうですね、ここにはチーズとちょっと多めの、バジル入れて出来上がりです。そうですね、香りとしてちょっと高いかもわかりませんけれども、とっても美味しいので、ぜひこのぐらいの食べていただきたいんです、自分で作って言っちゃいけないかもわからないけども、とっても美味しいです。ぜひ皆さん試してください。